皆さんこんにちは。いつも私の動画をご覧いただきありがとうございます。今日は京阪本線京都方面の普通電車に乗車しています。京阪枚方市駅の周辺で行われている再開発事業の光景を撮影して、その情報を皆さんと共有します。どうぞご覧ください。京阪本線は大阪市中央区の淀屋橋駅から京都市東山区の三条駅までを結ぶ京阪電気鉄道の鉄道路線です。三条駅から叡山電鉄の始発駅である出町柳駅まで、鴨川左岸の地下を通る鴨東線と一体で運用されています。路線距離は 49.3km、期間は 1435mm、紀州天駅含む駅数は40駅、複複線区間は天満橋駅から寝屋川信号所間の 12.5km、直流線 500V の全線電化です。その京阪本線の枚方市駅は、大阪府枚方市岡東町にある京阪電気鉄道の駅です。京阪電鉄では、唯一の島式3面6線ホームを有する高架駅で、待避設備を有し、京阪の駅で最大規模を誇ります。北側の2面4線を京阪本線が利用して、南側の1面2線を難読駅名でもある記載地を終点とする片野線が利用します。枚方市駅には京都の七条と大阪の京橋をノンストップで駆け抜ける快速特急楽々を除く特急から普通まで全ての種別が停車します。京阪枚方市駅は中核市である枚方市の中心的な駅で、駅周辺は市役所や商業施設が広がります。京阪電鉄における利用者数は京橋駅、淀屋橋駅に次ぐ3位で、京阪間のベッドタウンにおける中核的な駅になります。枚方市駅に着きました。そんな京阪枚方市駅の周辺では、現在駅前再開発事業が行われています。駅前の立地を生かし、商業施設、事務所施設、住宅施設、宿泊施設及び駐車場施設を一体的に整備することで、枚方市駅の周辺地域の活性化に寄与する魅力ある都市空間を形成するとともに、防災性能に優れた建物を整備することで、安全安心な市街地の形成を目的としています。事業が行われている区域は枚方市新町1丁目、岡本町、岡東町の一部です。区域面積は約 2.9ヘクタール、事業主体は枚方市駅周辺地区市街地再開発組合、事業期間は2019年度令和元年度から2025年度令和7年度までを予定しています。プロジェクトの現場は枚方市駅の北側に位置する第1校区、第2校区と枚方市駅の東側に位置する第3校区とに大別されます。枚方市駅のすぐ北側の第1校区には地上6階地下1階の店舗が入居する商業ビルが建てられます。第1校区の建物はまだ着工されていません。枚方市駅のすぐ北側の第2校区には地上14階の店舗、住宅、駐車場が入居する中層ビルが現在建設中です。枚方市駅のすぐ東側の第3校区には地上29階の店舗、事務所、ホテル、住宅、駐車場などが入居する高層ビルなどが建設されます。京阪枚方市駅の北口には淀川対岸の高槻市や茨木市方面や枚方市近郊とを結ぶ路線バスの乗り場がたくさんあります。路線バスが頻繁に行き来をしており、とても活気があります。人口約40万人を有する枚方市を代表する駅の駅前ロータリーにふさわしい光景です。近隣では旧街道に面したショッピングモール枚方ビオルネや旧国道1号である不動13号沿いの関西医科大学のキャンパスが存在感を表しています。2018年、平成30年12月に事業主体である枚方市駅周辺地区市街地再開発準備組合が設立され、2019年
令和元年10月に枚方市の都市計画が決定しました。2020年令和2年1月には内閣府から枚方市駅周辺地域が都市再生緊急整備地域に指定され、2020年令和2年3月には大阪府から枚方市駅周辺地区市街地再開発組合の設立認可を受けました。また2020年令和2年4月には株式会社大林組が特定業務代行者に選定され、2021年令和3年2月には大阪府から権利返還計画の認可を受けました。枚方市駅の北側での第1校区と第2校区のビルや第3校区の高層ビルは2024年度令和6年度の初頭に竣工する予定で、関連工事も含めて2025年度令和7年度の中頃に完了する予定です。第3校区のビルは地上26階建て、高さ約126メートルに及ぶ高層ビルです。立体駐車場の西側に建設されている第3校区の大型商業施設の建設現場を撮影します。目の前には第3校区のシリニトウと呼ばれる建物の枚方市駅寄りの10階建ての建物の建設現場が見えます。建物全体がシートで覆われ、残念ながら工事の光景を撮影することはできません。この10階建てのビルには1階は店舗の広報書室及び荷さばきスペース、2階から4階には商業施設、5階から10階には事務所が作られる予定です。第3校区の工事は京阪本線の高架橋と京阪片野線の高架橋に挟まれた敷地で行われています。京阪本線の高架橋の下に移動しました。工事の関係で一部車線が規制されています。旧近鉄百貨店枚方店があったサンプラザ2号館は2016年平成28年に蔦屋書店が入る近未来的な外観の枚方 T サイトに生まれ変わりました。枚方市駅前は蔦屋書店の創業の地でもあります。第3校区の高層棟の建設現場に着きました。第3校区の高層棟は地上26階建て、高さ約126メートルで、7階から15階は京阪ホールディングス、京阪電鉄所有のオフィスフロアになります。7階から11階を京阪電鉄が事務所として使用し、12階から15階は賃貸オフィスとする計画です。京阪ホールディングス及び京阪電鉄は現在本社を大阪市中央区にある天馬橋駅直結の OMM ビルに置いていますが、このうち京阪電鉄の本社をこの枚方市のビルに移転する予定です。上層階の19階から26階には世界で唯一の四つ星ホテルをコンセプトとするカンデオホテルズが出店します。ロビーフロアの19階はレストランバンケットで、地上81メートルのバルコニーに出られる設計の予定です。その高層棟の東隣には一般居住用の高層マンションが建設されています。枚方市駅東側のこの第3校区では、これらの高層ビル建設により枚方市のランドマークと拠点作りが行われています。京阪枚方市駅の周辺で行われている再開発事業の光景を撮影して、その情報を皆さんと共有しました。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。またお会いしましょう。